レジデンシャルイン店舗はスペインのベニドルムーに建設された高層建築物である。地上47階建て、高さ188メートルである。2006年1月19日にデザインが公式に公開され、2007年に建設開始、2013年完成予定であった。しかし、2008年の経済危機で、 スペインの不動産市場も深刻な影響を受けたため、建設はかなり遅れて、最終的に2014年3月に竣工した。現在、ベニドルムで最も高いグランホテルバリオの口地上高になった。これは、マドリードを除くスペインで一番高いだけでなく、人口10万人未満の都市に立つ、高層建築物で、世界一の高さで、さらに、スペインで最も高い高層マンションでもある。 経済的要因で設計、建設の過程において、地上高や部屋数の変更がなされている。建造物は20メートル離れている2つの並び立つ、塔と38階から44階までをつなぐ、円錐形の構造物で構成されている。2004年3月11日に、マドリードで起きたテロの犠牲者を追悼する意味を込めて、数字の11とアルファベットの M に見えるようになっている。 アーチ状となっている世界で希少な高層建築物の一つであり、欧州では他にパリにあるグランダルシュンが該当する。建築物の外見はガラス張りになり、ベニドルムにおける最初の高層マンションである。2013年8月に20回以上の上層階のためのエレベーターが設けられていないと世界中で報じられた。しかし、これは誤報であり、その原因は、 スペイン語新聞、エルパイス紙で20階建てから47階建てに設計変更された際に47階建て分としては十分なエレベータシャフト用の空間が確保されていなかったことが報じられたものが誤訳されたことであった。ありがとうございます。